2009年ビアゴープン開幕戦優勝、木村健太さん、おめでとうございます。ありがとうございます。去年のね、最終戦も実は優勝なんですよね。だから2連覇、2連覇マジすごいです、これは。今日優勝ベルト何メートルか、8900いくつか、8900いくつからしいです。もうぶっちぎりでね、実はあの昨日もね、もうキムケンちょっと見えてるか優勝できるっていう予告見えたことを聞いてたから、もうね、予想通り優勝ということで、もうマジすごいです、びっくりしました。でそのパターンも聞いて、それまたいろんなムービーで紹介されると思うんで、はい、それ見てもらったらいいと思うんですけど、キムケン的にはちょっと今日タックルすごい、実はなんか新発売の商品がドーンとこれでいっちゃったみたいなんで、はい、ちょっとそれ紹介してもらえますか。わかりました。はい、これはね、デレプスのやつ、スライディングジグってやつなんですけど、スライディングジグの8分の3オンスをちょっとスカートをカットしたり、こうガードを減らしたりしてチューニングしてるんですけども、はいはい、まあ、それはさておき、このトレーラーが結構重要なんですよ、はいはい、なんかちょっとポークっぽいね。そうですね、これ、まあ、このひだひだがいっぱいあったり、こういうパーツがいろいろついてるんですけども、これベアクローって言って、去年の今ぐらいから僕すごい使ってるテストして、テストしてる側なんですけども、まあ、すごく効果があるというか使いやすい、はい、落ちるときにね、すごい普通のクローアームに比べて、まあ、普通のチャンクとかだとこういう横のね、手とかパーツがついてないと思うんですけども、はいはいはい、まあ、これがあるだけで随分とコールスピードが抑えられて、水の抵抗がちょっとあるかな、ね、はい、なんでいろんなチャンク今まで使ってるんですけども、これはすごく本当にいい、ちょっとあれね、日本ではなかなかないチャンク系になる、出るよね。そうですね、今時路線ではないかな、あえてちょっと見せてみて、はい、これらしいです。今日の8000以上のウエイトを叩き出したルアーデップスらしいです。じゃあデップスらしいじゃん、デップスです。これね、いつ発売されるの。これはもう時期発売、もう時期らしいですよ。皆さん、もう買うしかないでしょ、この上出られたら。だからちょっとね、僕はもうキムケンからちょっともらいます。いいですよね。はい、お願いします。じゃあ最後にちょっとキムケンからコメント。あ、もうまさかの2連勝しちゃいました。正直自分でもびっくりしてるんですけども、まあ、これに引き続き3連勝できるように頑張ります。ということです。以上です。